ナナアード・ダンクワーク・フォドは、ガーナの政治家。検事総長や外相を歴任後、2017年に大統領に就任した。出生名は、ウィリアム・アド・ダンカー・フォアード。アドは、アドとも書かれる。2008年、親愛国党から、初めて大統領選挙に立候補したが、国民民主会議のジョン・アッタ・ミルズに敗れた。2012年に、再び同党から、 大統領選挙に立候補したが、この時も NDC のジョンドラマにマハマに及ばなかった。三度 NPP の大統領候補に選ばれた2016年の大統領選挙で第1回投票でマハマを破り当選を果たした。アクフォアドガーナ共和国大統領国連大学にて、父エドワードと母アデリーンがアクフォアドの子としてアクラに生まれる。実家は政治家一族で、 エドワードは1966年から1970年まで第三大最高裁判所長官を1967年から1968年まで憲法委員会委員長を1970年から1972年まで大統領を務めた。また、母方の祖父のナナサーを掘りあったは、アケム・アバカ王国の国王でガーナ独立以前に ゴールドコースト総督評議会の委員を務めた。この他、おじに第四大国会議長のコフィア・サンテを掘り合ったや、元外相のウィリアムを掘り合った、大おじに、ゴールドコースト政治の長老と称された、J.B. ダンカーなどがいる。アクラの国立少年学校と、ローロード校で学んだ後、イギリスのサセックス州にある、ランシングカレッジに入学。そこでは、あだ名で、ビリーと呼ばれた。 1962年にオックスフォード大学入科レッジ哲学、政治学、経済学課程に進学したが、間もなく中退し、ガーナに帰国。アクラアカデミー中学校で教えた後、1964年にガーナ大学に入学し、経済学を収めて1967年に卒業した。その後、イギリスで法律を学び、1971年7月に、 ミドルテンプル所属の法廷弁護士となった。1975年7月には、ガーナの法廷弁護士として招聘された。アメリカの法律事務所、クダート・ブラザーズのパリ支シャ勤務を経て、1979年に、プレンペコーポレーションの共同創業者となった。1970年代後半に自由、正義人民運動に加入し、政治活動を始めた。これは、 当時のイグナティウス・アチャンポン将軍の最高軍事評議会が提案した統一政府に反対して結成された組織である。1995年5月には変革同盟の発起人に名を連ねたが、これもまた当時のゼリー・ローリングス大統領による人権侵害や不可価地税の導入といった新自由主義な政策に反対して結成された政治団体であった。その後、 この広範な野党の連合体は、指導者をめぐる内紛で倒れた。1990年代には、人間と人民の権利に関するガーナ委員会という、市民権団体も結成している。1998年10月、アクフォアードは2000年の大統領選挙の、親愛国党予備選挙に立候補したが、ジョン・アジェクムク法に敗れた。 2000年12月に行われた本選挙で、アクフォアドは、区方陣営の取りまとめ役を務め、区方の当選に貢献した。区方政権下では、検事総長や、法務省、外務省を歴任した。2007年に行われた、親愛国党の大統領予備選挙では、アクフォアドが高い人気を背景に勝利を収めた。翌年の本選挙は、アクフォアドと国民民主会議のンあった。 ミルズ候補による大接戦となった。第一回投票では、アクフォアードが49.13%の得票率で首位に立ったが、当選に必要な過半数にわずかに届かず、決戦投票が行われることとなった。そこではミルズが僅差でアクフォアードを下し、大統領に当選した。2012年、アクフォアードは、三度大統領選挙に立候補した。 この時は、ミルズの後継者である NDC のジョンドラマにマハマ、候補が主要な対抗馬となった。大統領選挙では、マハマが勝利したが、アクフォアドは、この結果に異議を唱えた。裁判所の審理はかなり紛糾したが、最終的には最高裁判所が5対4の僅差で、マハマ支持の評決を下した。アクフォアドは、経済の安定と、国際的な信用の利益を考慮して、 この評決を受け入れた。2014年3月、アクフォアドは2016年の大統領選挙に向けて、親愛国党に候補者指名を求める意向を表明した。同年10月に行われた党党の予備選挙では、アクフォアドが94.35%の得票率で候補者に指名された。2014年には南アフリカで行われる、 選挙のイギリス連邦監視団団長を務めた。2016年の大統領選挙戦では経済に重点を置き、為替相場を安定させ、失業率を下げると公約した。現職のマハマ候補は2016年12月9日に敗北宣言を行った。得票率はアクフォアードが53.83%、マハマが44.4%であった。 2017年1月7日、アクフォアードは大統領に就任した。就任式は、アクラのブラックスタースクエアで挙行された。就任式には、ザンビアのエドガールング、エジプトのアブドルファッターフアイコール CC、シエラレオネのアーネストコルマ、ナイジェリアのムハンマドブハリなど、アフリカやヨーロッパから12人の大統領が、列席した。大統領就任式の後、アクフォアードは、 ソーシャルメディアを中心に世界から反発を受けた。それは大統領の就任演説に過去のアメリカ大統領の就任演説やナイジェリアのブハリ大統領が2015年の米国平和研究所のイベントで行った演説などの一説が含まれていたためであった。この不祥事が判明すると大統領の報道官は謝罪し大統領府の広報部長は 完全な見落としで決して意図的なものではないと述べた。しかし、これ以降も2012年の大統領選挙でガーナ最高裁がマハマ勝利の評決を下した際にアクフォアードが行った敗北宣言に登用が見られることが発覚した。その演説にはアメリカの合衆国最高裁判所の評決を受けてアルゴアが行った2000年。 アメリカ合衆国大統領選挙の敗北宣言の一部が、そのまま盛り込まれていた。2019年11月、アフリカへの投資フォーラムへ出席し、ガーナとコートジボワールのカカオ豆に大生産国により、豆の価格管理を進めることを発表した。チョコレート産業は1000億ドル規模だが、農家が労働と引き換えに手にする額は60億ドルに、過ぎないとして各国への理解を求めた。 2020年12月7日の大統領選挙では、得票率51.6%で再選され、47.4%にとどまり落選した対立候補のマハマは、選挙に不正があったとの立場である。2019年より、国連 SDGs アダバケイツに任命される。任期は2020年まで、イースタン周キビの出身である。妻のレベッカ・ー・クフォードは、 第3共和制時代に国会議長を務めた裁判官ジェイコブ・ハッケンバーグ・グリフィス・ランドルフの娘。夫妻には5人の娘がいる。ありがとうございます。